はい、こんにちは。バーズフットボールアカデミーの高田です。今日はね、スペシャルゲストにちょっと来ていただいて、急遽カメラを回しております。 YSCC 所属の中里貴博選手です。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと言いにくいのは、小学校から知ってて、まあザトって普段呼んでるんで、まあそういうフランクな形で今回お届けしたいと思います。で、まあ、どんな選手かって調べてみればわかると思うんですけど、ベルディジュニア、ベルディジュニアユース、流通経済大学附属柏高等学校サッカー部で、流通経済大学で、横浜 FC で、その後は韓国行って、今 YS か、うん、水戸、あ、水戸、水戸行って YS か。そうで、あれだよね、多分選手権とか優勝してる時も高校選抜とか入ってたりとかで、大学もユニバーとかだから、もうまあエリートっちゃエリートなんだよね、サッカーの。で、今も現役でバリバリやってるんで、まあそういった方にちょっと聞きたいことが今日あったんで、その聞きたいことをこれから聞いていきたいと思います。で、まあこれさ、あれなんだけど、ザトってほら足が速くないじゃん、うん、で、足が速くない選手、小学生で悩んでる選手とか保護者って結構多いんだよね、もしくはコーチって、はい、で、やっぱりその体格差が出るから、フィジカル差が出るから、そのやっぱスピードがある選手とか体格がある選手が目立って、まあそれにある種埋もれて、ああ自分ってもう上行けないのかなとか、そういうふうに悩んでる子が結構多かったりするんだけど、率直に足の速さってサッカーで必要でしょうかっていうところ、うん、そこはどう？まあ、ザトはさ、まあ、正直何回も言っちゃって悪いんだけど、速くないんだよね、本当に足が。ただそれでも、まあ、超高校級、大学級でそのままプロ行ってるわけだ。で、どういうふうに考えてサッカーやってたとか、そのサッカーの技術とかどういうふうに考えてるとか、ちょっとそういうところを聞かせてもらえると、見てる方の勇気になるかなって思うんだけど、どうだろう。うん、まあ正直に言ってサッカーの一番の武器はスピードだと思う、俺も、うん、でもじゃスピードがなくても、身長が大きくなくても、パワーがなくてもできるのもサッカーだと思っている、うん、だからスピードは本当にまず一番の武器だと思うけど、でスピードがなかったら、じゃ他のところで勝負すればいいだけの話だから、まあそんなに、まあそんなにっていうのはあれだけど、まあやっぱ俺もちっちゃい時は、小学生の頃からやっぱ中学高校ってやっぱそこはコンプレックスの部分でもあったけど、まあないならないでそれを受け入れて、どこで勝負するかっていうことが大切だから、まあ足が遅いからって言ってそれがサッカーを諦める理由にもならないし、うん、あとはだから、それを受け入れること、うん、自分の短所、ウィークポイントを受け入れることっていうのはすごい重要かなって思う、俺は逆に、うん、それを受け入れられれば、うん、それがストロングポイントになるし、うん、そうなんかさ、まあ、スピードって言っても短距離、中距離、長距離で、ザトって長距離は速いんだよね、長距離は速いんだよ、うん、で、まあ短距離の中でもさらにサッカーってさ、5とか10 50メートルの速さってあんま必要ないかもしれないし、うん、でそういう速さもある中でさ、5メートルとか10メートルの速さはザトはどう、周りと比較して自分ある方？いや絶対遅いと思う、平均値で言うと、うん、じゃあもう本当にいわゆる短距離っていう中では、もう J の中では遅い方っていうあれだろう、うん、絶対遅い方だと思う、本当1、2を争うぐらい遅いと思うよ俺は。でそういう選手がさ、どういうふうにカバーをするわけ、技術的にというかさ、例えば自分がじゃあバックやってます、で足めちゃくちゃ速い選手がいるって言った時に、どういうサッカー感というかさ、考え方でそういう選手を防ごうみたいな考え方していけばいいと思う。サッカーは今陸上で例えてくれたけど、やっぱり決定的に違うのは、用意どんのスポーツじゃないってこと。だから何が言いたいかっていうと、やっぱ予測が生まれるわけじゃん。だから別に俺が例えば 50m7 秒で高田が6秒だったとしても、俺が2秒早く先に高田より動けば、俺は先にボールに到達できるでしょ。だからそういうその考え方、うん、予測、例えば、まあ、基本的に、まあ、今も所属チームでウィングバックやってるんだけど、
全員俺とマッチアップする相手は俺より足早いわけよ、うん、めちゃくちゃ速かろうが普通だろうが俺よりは足早いわけ。でこの選手にと対峙すると要は、1対1をしなきゃいけないわけでしょ。だけど対峙させなきゃいい、うん、っていうふうに考えると要はだから周りを動かしてボールをこっちサイドにこさせなければいいっていう考え方ができればそのそれほど1対1の局面は90分を通して多く作られないし、逆にもっと言えば別に足が遅くても対人が弱いわけじゃないから、俺は結構対人に自信あって1対1のところでディフェンスのところで抜かれない自信は別に足が速かろうがあって、やっぱそういうところはやっぱこうやり続け、その育成年代とかでその1対1のシチュエーション局面をやり続けることでなんか自分の間合いとか、うん、こう足のひと伸びとかっていうのが出てくるから、だからやっぱやることと、うん、たくさん練習することとあとサッカーをよく知ること、うん、まあ、この2つがあれば、まあ、足が遅くても、まあ、プロの世界までは生きるし、まあ、その世界で10年ぐらいやってるんだけど、まあ問題なくできるよっていうのが俺の見解かなって感じ。さらに言うと最近結構問題視されてるんだけど、ザトって早生まれなんだよね。でしかも3月に29だよね、うん、だからもう学年からしたらほぼ一学年下ぐらいなんだけど、だそういう体格差とかあらゆる班で背負いながらやってきたわけじゃん、うん、でそういう中で今言ったサッカー感とか予測とかってモテない子もたくさんいるんだけど、なんか注意して見てたポイントとかそういうのってある？まあね、俺小学校ただお SC って言ってさ、うん、まあ、その地元一緒のすぐ近いところからヴェルディ行ったんだけど、うん、でヴェルディ の当時の俺がいた時の監督ってその1個上のチーム学年と練習試合するのよ、うん、だからさっき言ったけどただでさえ早生まれで自分の学年の中で1年その成長が遅い中で、うん、俺はもう1学年上の人と2学年でしょ実質ね。そう実質というか、そうか、だから2学年上の人たちとやらなきゃいけない。今思うと確かにすごいフィジカルで負けてることが多かったと思う、うん、でもその時はやっぱ分かんないから、うん、そのコーチの言うことを、まあ、全部聞いてやってただけなんだけど、でもまああの時があるから、あの時のそのコーチの教えがあったから今の俺がいるというか、自分の基礎がその時そこ出てきてたから、まあ、それは今助かってて、でだからもうその時は考えてるとこはなかった。やっぱ小学生の時ぐらいまでは、あ中学校か、中学校ぐらいまでは、うん、まあ、なんかフィジカルで負けるなとかは思ってたし、で自分俺中学校も一緒だから、うん、ヴェルディだったから分かると思うけど、俺試合出てないじゃん、うん、3年間でも、まあその3年間ベンチだったんですけど、ずっとそのサブで、まあ、12番目13番目の選手だったじゃん俺は。だけどその辺まではなんかあんまりこう試行錯誤せず、要は監督の言うこととかコーチの言うことをなんか全て聞いてた。で高校入ってやっぱいろいろ考えるようになったね俺は。だからさ、やっぱり最終的にこういう話で行き着いちゃうじゃないんだけど、そういうある種列強に立たされた中でさ、サッカーを続けられたというかさ、そういうマインドの源泉っていうかさ、それって何なんだろうね。いやそこでくじけちゃうこと、諦めちゃうこと、嫌になっちゃうことがいたりすると思うんだよ、はいはいはい、足が遅かったり成長がちょっとね遅くて早生まれでとかあると、うんうん、そこを耐えられたというかさ、乗り越えられたっていうのはどこが一番大きいの？俺はどこまで自分を信じ抜けるかだと思うよ、うん、それはまあ、プロになってからも変わらないと思うんだけど、まあ、じゃあ小学生の時とかの話すると、じゃあ自分多動 SC でサッカーやって、まあ、8ヶ月ぐらいでヴェルディ行ったのね。でヴェルディ行って、じゃあ小学校ヴェルディでプレーして、中学校3年間ヴェルディでやったけど、ずっとサブだった。でも俺はその小学校でサッカー多動 SC でスタートした時から絶対プロになれるってずっと思ってた、うん、それは中学校でベンチ試合出れてなかった時も、いや俺はプロになれるってやっぱずっと思ってた俺は、うん、それはやっぱ高校行っても育ったし、で、まあ、高校選手権で優勝したんだけど、
そのタイミングで俺はもう、あ、これは間違いなくこうなれるっていうのはまあ確信した。だけど、でも、まあ、中学校 の, その出てない時に自分がプロになれるって思うのってやっぱなかなか難しいじゃん。うんうんうん、でも俺はそれを信じて疑ったことは一回もなかった。絶対俺はプロになれるって思ってたから。でもそれは、まあ、さっきも言ったけど、プロになっても同じで、まあ、結局、プロになって、このプロであり続けたいっていう情熱が薄れてく人から、やっぱこう、続けられなくなってくるっていうことが多いのかなっていうのは今すごい感じてる。逆にサッカーに対してこうまだプロでいたいとか、サッカーが好きな選手やり続けたいっていう選手ほど、情熱がある選手ほど長く続いてるなっていう印象はある。まあそれの本当トップトップがやっぱカズさんだと思ってるし、そこは本当すごい勉強になるというか、